12月5日、滞りなく青年行事を終えた天皇皇后両陛下の長女、愛子様。新調するはずのティアラはコロナ禍で国民生活に配慮し、おばの黒田清子さんから借用。女性皇族の清掃であるローブデコルテ姿を初披露された。成長したお姿だけでなく、国民に寄り添う形で20歳を迎えられたことに感激した国民は少なくない。 そんな中、週刊誌やネット上では、愛子天皇を望む声が大きくなっている。女性セブン、9月6日号では、愛子様、週2月で20歳に、女性天皇、出現に向けた議論も加速、と、女性天皇への可能性について言及、エリア、週2月6日号の愛子様成人で、女性、女系天皇への言及あるか、 愛子天皇への期待の高まりで、では、愛子天皇、待望論が高まる中、3月の記者会見での発言に注目が集まっていることに触れた。バタネットには、次期天皇は、愛子様がふさわしいと思います。 やはり今の天皇家こそ、国民は支持するし尊敬していると思います。愛子様の笑顔を見て、皇室に対する不安がなくなりました、といった声が多く、中には、愛子様は、愛子様らしく生きてくださればいいです、といったおもんばかる声も、現在、喫緊の問題として挙げられているのが皇族の現象だ。 皇室転半では、女性皇族は結婚により皇籍を離脱し一般人になるが、皇族現象に歯止めをかけるため、結婚後も女性皇族が皇室に残れるように、女性宮家、創設について有識者会議で議論されている。まる、現在、愛子様のほか秋篠宮家次女の佳子様を含む未婚の女性皇族5名が、結婚後も皇室に残る可能性が出てきているのだ。 世論調査では8割以上の人が賛成。後位継承の可能性が高いのが秋篠宮様と長男の久人様だが、男系男子による高等の存続が危ぶまれる中、処刑天皇、女性天皇の可能性について語られる機会が増えている。今年4月の共同通信社の世論調査では、87%の人が女性天皇に賛成している。 ある、皇族現象に配慮する一方、文芸春秋、新年特別号のインタビューで、女性天皇には反対していない。女系天皇には反対、と語っている自民党の高市さなえ政調会長のように、程度の差はあれ女系天皇や女性天皇に消極的な国会議員や保守層は少なくない。 デリケートな問題なためすぐに実現するとは思えませんが、愛子様であればという国民の声が青年行事を機に増えました。皇室ジャーナリスト。また、女性三宅創設の議論が再び活発になり始めたのは、秋篠宮家長女の真子さんが小室圭さんと10月に結婚し、渡米したことも無縁ではない。